松浦忠氏は日本の元女優。兵庫県芦屋市出身。愛称はミーヤン。2021年1月31日をもって芸能界を引退した。兵庫県芦屋市で塾教師の母を持つ一般家庭に育つ。幼稚園児の頃より女優に興味を抱いており、作品として永遠に残ることで永遠に誰かを幸せにし続ける。 そんな仕事がしたいと女優の道を志す。2012年6月10日、第1回ジュノンプロデュースガールズコンテストにて全国7533人の応募者の中から初代グランプリを受賞し芸能界入り。2013年7月にオーディションを経て、西原理恵子演劇祭2013の2作品に出演し女優として初舞台を踏むと2013年中に さらに舞台2作品に出演。2014年1月、ヒロインの同級生役のオーディションを受けるも年齢が合わず落選した NHK 連続テレビ小説、ごちそうさんでプロデューサーの目に留まり、ヒロインの娘、不久し役に抜擢されてテレビドラマ初出演。同年3月には、週刊ビッグコミックスピリッツの表紙と関東グラビアを飾り水着姿を披露するなど、 一躍注目を集める。その後も TBS 系家族狩りや関西テレビフジテレビ系 GTO へレギュラー出演。2014年末にビズミックを退社ルースへ所属して映画やテレビドラマに出演した。数年間にわたり体調不良の状態が続き2020年に症状が悪化。 女優業を続けながらの感知が難しいと判断したことから2021年1月31日芸能界引退を自身のインスタグラムとブログで発表した引退後は地元に戻りトリマーに転職するありがとうございます